いどうも、15回目です。今回乗っていくのは、ソ連ティア60戦車のカーベイタン。もはや説明不要のこいつだけど一応説明します。マリサがこっちに投げんな。こいつはティア6にして152ミリを搭載できるバケモンだ。遅い装填時間や劣悪な精度、クソ長い装填など扱いやすいとは言えないが、それを踏まえてもあり余る火力と言えるだろうな。装填遅すぎてカップ麺作った。3分もかかんねえよ。あ、ちなみに旋回性能も悪いし走行もないよ。火力以外は本当に褒めるところないね。メニューにカツ丼一品しか書いてないカツ丼屋ぐらい選択肢がないと。尖った戦車はやることはっきりしてるから。餌だー、やったー。はい、はい。そして長い装填に、ただ敵からしたらここにカーベイ2がいると分かったから迂闊には出れなくなっただろうな。出てこないならこっちから攻めるまでよ。あ、そういやこの動画のバージョンクッソ古いからまだティア5、6に油断耐性ないよ。どのぐらい昔？リザルトでナットもらえるよ。去年の動画じゃねえかー。やったー。はい、はい。さて、ほぼほぼ開幕で2枚も飛ばせて私は非常に気分がいい。しかし敵の重戦車部隊が重役出勤してきた。カーベイ22枚いるしここは安全に引き込む形がいいと思うぜ。確かに152ミリは抜ければワンパンされるし、抜けなくても大ダメージだからね。ここは安全に引き込むわけねえだろ。点に帰れ。さよならカーベイ2。3両もカーベイ2いるし、1両ぐらい飛ばしても。バレへんか。全員にキルログ表示されてましたよ。気がつけば枚数差ついてるし、割と楽勝ムードかな。でも敵にまだワンパン野郎いるし、軽い戦車のヘルスがかなり残ってるから油断はできない状況だぜ。タイミングを見誤った味方がカーベイ2にワンパンされる。カーベイ2がワンパンされたわ。俺、弾、撃つ。敵、当たる、死ぬ。急にパワー系になるなと思ったがこの試合ずっとパワー系の動きしかしてないわ。そして多分あの 30P 撃って終わりかな。この動画戦車の特性さらっと話してあと全く実況してないけど、まあ実況動画なんてこんなもんだよね。全国のちゃんと実況してる方に謝れ。 30P が命を落として謝罪したのでセーフですね。関係ない車両に責任を押し付け謝罪させる戦車兵のクズ。え？てか今回の動画もう終わり？まだカップ麺できてないよ。ちなみに何のカップ麺？ベビースター。それカップ麺じゃねえしお湯いらねえよ。今回は M バッジ、トップガン、大口径を取得。榴弾抜ければ気持ちいい戦車トップ3に入る車両ですね。ちなみに1位は183。本編でマジで何も実況してないし解説もしてないので今言うが、この車両はなるべく孤立しないことが重要だな。援護のないカーベイ2は本来の強さの2割程度しかないぜ。あとは日頃の行い。私個人としては、榴弾と AP の使い分けが難しい車両だと思うよ。車両の側面は榴弾が抜けやすいけど離体に座れることも少なくない。でもダメージは欲しい。ってな具合に、そこは個々人の判断に任せるしかないな。全く参考にしなくていい。ガウプ主は迷って AP にした挙句に外すという典型的なアホだ。やめたらこのゲーム。じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。弾を当てるオカルトってあるじゃん。祖国を信じるとか殺意込めるとかそういうやつか。そんなオカルトに頼るのは二流の証。私はちゃんと研究して弾を当てる方法にたどり着いた。ほう、そこまで多方面に喧嘩を売るのなら聞かせてもらおうか。射撃する前に弾種を5回切り替えて2回小さく抗体を入れると、それで本当に当たるのか？結果、すごいことが起こる。わざっぷかよ。